問題を解くための型の学習は同じ型を集中して教えた方が良いですかで、これはそこですね。で、一応これも繰り返しになりますが、やっぱり、バラバラの形式を複数触れてしまうと、やっぱり忘れてしまうので、同じ型を集中して、連続で2問、3問、4問っていう形で触れていった方が、当然ながら記憶の定着には良いですね。